嫌なもん見たぜ。モモ先輩で視力回復だ。おお、見ろ見ろ、初夏の風に髪を揺らす美少女を。おっす、いろいろ揺れてごっつん。しかし金はね。ダメだダメだ、見物料1000円取り立てる。ほら、どん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 手数を多くしていくぞ。何秒まで持つかな。うわよかったな。冷静に言ってきた。あ、吹っ飛んでこっち来た。受け止めよう、足で。げへ、どうせなら体で受け止めてくれ。ヤマトが見てたのは私も見てた。クリパンでにやけるなんて重罪、御用だ。1時21分、現行犯で逮捕。ヤマトには弁護士を呼ぶ権利はなく、一方的な私の性的な尋問を受けなくてはいけない。うんうん、それはいい世界だね。抱きしめ地獄、木といえば解放してあげる。数学の友達、みんなの見てる前で抱きつくとは鬼畜。よし、私も弟をサンドイッチにしちゃうぞ。嫌がることをしたいからやめないで。なんかあの姿を見ると込み上げてきたな。ついに生が目覚めた。これは村の一大事だよ。反証を鳴らしに行きたい気分だね。肉まん食いたくなった。七浜の中華街に行こう。待て待て、授業が終わってから行こうな。邪魔するのかクリス。それでも俺は行く。ならば自分を乗り越えて行ってみるがいい。おしれえ、くらえ、俺の初夏の新作。強力な煙幕か。しかしそのパターンは見切った。手配探知、そこだ。かわいいクマの写真、これは殴れまい。それを
盾にすると強だぞキャップ。クリス相手にはこれが一番効きそうだからね。じゃ遠慮なく通り抜けるぜ。せや足払い。しまっ、見切られた。こわっ。よし仕留めた。引きずっていこう。なんだかんだでやるな、キャップ仕留めるとは。そうだな、バカやってないで行くか。マーキングもしないとな。おでこに抱きしめて分かったが、お前もう少しだけ鍛えろ。それが私のベストな抱き心地だと思うからな。射程の健康検査は定期的にしないとな。さてと、今日の依頼は何だろうかね。こっちに暴れたい人がいるんだ。悪いが、今回も競り落とさせてもらうぜ。おお、見ろ、ヤバ先輩が何か考え事だぜ。美人だな、何考えてんだろう。あと10秒かけるか。今日の晩ご飯何作ろうかしら。ごぼうとかいいかも。今日もメンバーは集まってるでおじゃるの。それでは今日の頼み事を読み上げるよ。愛という名目もとにストーカー。今日の依頼はストーカー退治だね。頼み人自ら説明したいってことで来てもらったよ。こんにちは、1年 C 組の大和田伊代です。実は私のもとにこんな手紙が来まして。マロが読み上げるでおじゃる。ご本いいよ。お前が好きで好きで好きでたまらない。毎日君のグッズを拝借してお酢汁をつけて楽しんでいる。僕の愛が届きますように。僕の陰謀を送ります。うわ、それはかなり気持ち悪いやつだな。グッズとは私物のことだね。本件はグッズで統一。ストーカーを捕まえてやめさせてください。心当たりはあるのか。全く。つけられたりする気配は。それも全く。私自転車が好きなんです。自転車で通学したり移動したりしてるから、つけてくる人がいればわかります。なるほど、走っての追跡なら目立つからな。気味が悪いのがグッズで楽しむってところで、別に何も取られたりしてないんです。縦笛も体操服も無事です。靴も教室に避難させてます。おいおい、無事って言っても使ってまた戻しているだけかもしれんだろ。教室に監視カメラまで仕掛けたけど映りませんでした。自宅に置いてあるグッズかもしれねえよ。自宅には父や母が常にいますし、セキュリティの高い場所なので不可能です。教室の監視カメラ仕掛けたのを知ってるやつが犯人だな。知ってるがゆえに映らなかった。カメラ仕掛けたのは女子しか知らないんです。
オス汁って書くからにはレズはねえな。その手紙どこにあったのよ。私の空の靴箱に。上履き持って帰ってる？はい。お前よくいろんな手口思いつくな。まさか。誤解を受けるような言い方するな。ってことはグッズで楽しむのはフェイクじゃね。君がうろたえるのを見て笑ってるのさ。確かにそれはあるかもしれません。お願いします、この男を捕まえてください。頼み料は乗食券50枚です。奮発するじゃねえか。熱いぜ。50枚。49枚にて候。48枚。38枚。27枚。27枚。他にいないか。なければ風間に落札。しっかり解決するようにな、風間。やれやれ、またお前に持っていかれるか。報酬安くても暴れたい人がいるんだって。よろしくお願いします。任しとけ、俺の仲間が揃えば何だってできるんだ。という依頼だったのさ。ストーカーとか迷惑な行為だね。どうして見つめるのかな。頭が沸騰しそう。頼み料はあそこまで吊り下げないとズルズルと行きそうだったんでな。27枚だから1人3枚だ。やるか。やらせていただきます。すごい気合だな、まゆまゆ。実はですね、その大和田さん、私が友達になれるんじゃと思ってる人でして。元気がないと思ったらそんな悩みがあったとは。ぜひとも解決してあげたいと思います。なるほど、そういう理由か。よし、頑張れ。ストーカーを倒すのは私に任せろ。正義の血がストーカーを許すなと言っている。どうする？とりあえず大和田さんの周囲を誰かが見張ろうか。来た来た、ピクンと来た。捕まえるってこと？だからグッズは盗めない状況なんじゃねえの？上履きでもないし服でもない。他に学校で手に入るグッズなんてある？まさか捨てた生理用品とかちり紙？おろろ、お前は実に変態だな。私今少し引いたぞ。可能性を上げたまでだよ。いい線ついているけど、それだと別人のを選ぶ可能性もあるからやらないかもね。ストーカー道も奥が深いね。自転車置き場ですよ。誰か来るな。身を潜めてみよう。誰もいない。さーて、ミオちゃんの自転車はこれこれ。このサドルにあの尻が、あそこが、たまらんぜ。グッグッグッ。サドルか。ヤマト、よくわかったね、こんなの。あれはジャメッケでやったまでのこと。
ないと。ここは私に行かせてください。やめてください。見つかった。超やべ、逃げねえと。許せねえぜ、切り捨てごめんだ。マヨッチ、あや、回り込みやが。甘いぞ、マイマユ。とりあえず痛い目に合わせよう。行くぞ。外されたい骨を選ぶ。背骨だと死ぬぞ。ダメだ。やっても全然スカッとしなそう。助かった。でも一応変態だからやるだけはやっておこうぜ。ん？バーニングアタック！愛が溢れてどうしようもなかったんです。だから職員室に行くのだけは勘弁してください。お前、月にいくら持ってこられる？おかしいんです。はじめはただ好きだったんです。好きで好きでどうしようもなくて。そしたら気持ちがエスカレートして。だから俺も愛の被害者なんです。じゃ、職員室に連絡だな。依頼達成ね。味気ないなあ、私何もしてない。お前ら、覚えてろよ。いつかひどい目に遭わせてやる。慌てて逃亡するも3階の窓から落下ってとこだ。どうかな。ねえ、次は屋上から落ちてみる？すいません、全然でっかい牙。気絶しちゃいましたね。しょうもない。